はい、どうも、ゆたです。今回はアッパーマウントのこの車庫帳のここですね、 HKS の車庫帳のアッパーマウントのここにちょっと水が溜まることがあるんで、そうするとやっぱりこれ錆びちゃうんで、ここやっぱピロでできてますし、しかもちょっと錆びるのは厄介なんで、これ結構 WRX の定番だと思うんですけど、皆さんこれダイソーのシリコンスポンジケーキ型4号っていうのを雨水対策で皆さんつけてるんで、僕もこれちょっと今つけたいと思います。これちなみにダイソーなんで1つ100円なんで、お手軽な金額でできるんで最高ですよね。ちょっときついですね。結構これみんな、ミンカラで皆さんレビュー載せてますよね。で、これ、ここの中に入れる人もいるんですけど、ここ外に、こうやって僕は、この縁に、ここに、今かぶせました。ここの、この中に、やっても結局、こことの隙間でなんか中に入ってきちゃいそうなんで、ここの外からかぶせた方がいいかなって思いますね。これ右からで見ると意外となんかダイソーでも置いてないっていうところが多いらしくて、僕が行ったとこはたまたま一発で売ってたんで良かったです。で、これ外につけると結構きついんで、ちょっと引っ張り気味じゃないとこの外につけれないですね。ちょっと頑張って引っ張って、よし、来た来た。で、これ結構今キツキツなんで、多分そう簡単に取れないんじゃないかなっていうふうには思います。あとは結構エンジンルーム内熱くなるんで、その熱でどうなるかっていうのがちょっと心配であるんですけど、まあちょっと取り付けて見て、ちょっと様子見てみます。こんな感じですね。外からこういう感じではまりました。はい、こんな感じですね。